どうも皆さんこんにちは、こんばんは、江戸聖ポーネです。はい、どうも、シトです。はい、渡るです。まず渡るくん、ようこそジャンソーニューウェーブへ。まあとりあえずテッローかなとかいろいろ待てよそう使えねえか久々にね、なんか昔話とかしながらさ。あーいいね、学生の話なんてしながらもう楽しいじゃないですか。そうね、でちょっと場所決めしましょうか。でも渡るくん、場所決めしましょう。まずはね、え何これ。いやいやいや、麻雀しましょうって言ってる。え、トンナンシャペイは？いやいやいや、だからマージャン場所決めでしょ、まずは。数字が全部書いてある。いやおかしかしないんだけど、何これ。いやいや、だからマージャンですよ。我々のマージャンって言ったらこれだろ。お前 M リーグの見すぎだろ。まあ見てますけど。マージャンって言ったら俺らはボートレース YouTuber なんだから、これに決まってるだろ。マージャンボートレース、これは麻雀とボートレースを掛け合わせた新感覚ボートレースゲームである。今回の企画は麻雀を知らない人にはちょっと複雑に見えるゲームかもしれないので、先に簡単にざっくりと大枠を説明すると、自分の手牌にある数字が実際に購入する船券の買い目となり、購入金額は1つの牌につき最低100円、ドラによっては1つの牌につき500円から最大で1000円かけなくてはいけないというゲームである。ここからこのゲームの詳細について説明するが、通常麻雀は136杯使用するが、今回の麻雀ボートレースでは120杯使用する。ボートレースは3連単で船券購入をした場合120通りあるため、それに合わせて120杯を用意。牌にはボートレースの3連単120通りの買い目が全て存在する。当然重複してある同じ牌は存在せず、一つの牌につき一種類の買い目しか存在しない。各プレイヤーは2万5000円分の得点持ちからスタートし、ここから船券を購入する。勝負は頓風船の1回のみ、つまり親番が各プレイヤー一度回れば終了という短期決戦。親番が一周して終わった時点で持ち点を多く持っているプレイヤーが勝利となる。まず麻雀を始める前に、これから勝負するレースの出走表を用意。それから通常の麻雀と同じく4つの山を積み、牌を投げて親番を決め、山から13牌持ってきて手牌を作る。もちろん通常の麻雀と同じくドラは表示させる。なお通常の麻雀であれば役がなければ上がることはできない。しかしこの麻雀ボートレースには役は必要なく、ぶっちゃけいつでも自分の手牌と今からかけるレースの出走表を見て上がりたいと思ったタイミングで上がることができる。ロンまたはツモを宣言したプレイヤーは自分の手牌にある14牌と同じ買い目を購入。また上がらなかったそれ以外のプレイヤーも上がられた時点で今持っている自分の手牌と同じ13牌の買い目を購入しなくてはいけない。各買い目は基本100円で購入しなくてはならないが、ドラ表示牌に書かれてある定番色の次の色がドラとなり、この牌を持っている全てのプレイヤーは該当する牌は500円で書けなくてはならない。この手牌を例にすると2頭が全てドラとなり、3つ持っているため全て500円掛け、残りは100円掛けとなり、合計で3800円書けなくてはならない。ちなみにポン、チーは存在しないが、連番で4つの牌を冠することが可能。裏ドラはロンまたはツモをしたプレイヤーに必ずついてくるお楽しみ要素となっており、ロン、ツモをしなかったプレイヤーは裏ドラは乗らない。説明が長くなり、麻雀知らない人には特に何を言ってるかわからないルールとなってしまったが、とりあえず120通りある牌の中に必ずある当たり牌をいかに引いてこれるかが勝負の肝となるゲームなのだ。いや、想像しただけで面白いですよね。これわざわざペタペタ貼ってったんですよね。全部貼ったよこれ。さあやるよ麻雀。ちなみにこれ渡るくんね、これ舐めてるかもしれないけど、これ実はですね、昨日私としとくんが試しに2人で麻雀これやってたわけですよ。そしたらですね、私はとりあえずツモしました、はい、なんと10番手的中しました。めっちゃ夢あるじゃないですか。びっくりした。でしかも俺その時その4-2-3-2-3持ってたんだけど、全く俺それをあの本線としてないで買ったの。偶然持ってた手牌の中で当たりが来た。はいはいはい、本来の麻雀であれば安すぎるなこの手はっていう手で大金がやってきたと。そう、あのねタイヤのみだったはずなのに、なんかね10倍マンみたいな。10倍マン
じゃあまずトン1曲目よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ私積もったので、私の手配から、はい、ということで、はい、ちょっと待って、俺出走表見ないとこれ始まらないんだよね。俺出走表全く見てなかった。これはいらないんだよね、こういうのは。そうね、4号艇が金田さんですか。マージャン第1弾で直行してるんだけど、マージャンだけで頭使うのに。そう、俺多分これいらないと思うんだよ。これ一応展示見ていいから。いいよ、だからそれぞれいいよ、見たい情報はそれぞれ iPad で見て。これやばいな、今やってて思うけど。予想しよう、まず相手の捨て牌とかどうでもいいんだよ。あ、でも相手側の捨て牌で4頭ないってことかなとか予想できるわけ。出走表どうでしょう。なるほどね。いや、これは難しい。これはいらないな、ちょっと相撲が悪い。これでもむずいよね、普通に。展示見ないとマジわかんない、これ。まあ、これどうなんだろうね。まあみんなの捨て牌で、あ、多分このまあこいつはねえんだろうなっていう。侵害年データとか見れんの。これどうしようかな。まあどっちにしろじゃあこれ普通に予想しても難しいっていうところですからね。風速1メーター、はい、風速1メーター。これマージャンなかなか進まねえな。絶対120分の1の中の当たりはこの中に眠ってるわけじゃん、このレースの。そうですね、結局その一杯を引いてこれるかどうかなのよ。つもげなんだよね、ある程度、うん、ほとんど外れ牌なわけ、うん、ですね。揃いにくいですよね。119杯がもう外れ牌って感じで。おお、いいね。クジリーチ降りないと。びっくりした。降りないといけなくなっちゃう。いらないと思うな。うわ、しまったみたいな。これでツモで行こうかな。マジでツモ。どれ積もってきたの。これ 1,2,5。 まあ別にありかなと思って。で4あったもちょっと怖かったんだけど、まあ 4,1,2 もあるしみたいな、はい、てかなんでお前フォーカスとか述べてんの。偉そうに。はい、ということで、エディは裏ドラがあるから裏ドラ表示。うわー、ドア玉。はい、ということでトン1曲レース見てみましょう。まだ終わってないですから。まだ終わってないですから。通常の麻雀はロンダンのツモなので終わりますけれども、うん、ボートレース麻雀はここからが本当のトン1曲です、うんうん、ここからが本題だからね、うん、いや何が残念かってニヤ玉欲しいの。ニヤ玉一回も積もってこなかったですからね、僕。確かに。肩が弱いね。肩弱いね。まあ言うて俺最初からもういきなりドカスか2位捨ててたから。でもこれさ、このボートレスマージャン何がいいかって、この120杯ある中で必ず1杯当たりがあるわけで。そうだね。でダブロンがないんだよね。ダブロンない。ダブロンないから。ダブロンないです。そこがちょっとね、あれ3号手引いたね。あ、3カドだ。3カド玉だよね。いやー、3-1ないんだよな。3頭ちょいちょいあるけど、これ5点しかねえんだよな、俺。僕意外と、あの3-4の1-2。4頭はちょっと潤沢に持ってるけど、意味わかんない4頭だからな、俺でも。別に3頭、俺ドラじゃねえんだよな。ドラも自動的に振り分けられるからね、勝手に。自分じゃ絶対勝てないところ勝ってるから緊張する、これ。予想する要素がない。さあ、どうなる。3カド。いやー、直間じゃない？やっぱ直間、ね。いや、そんなことないわ。あ、3がね、まくってくんじゃないの？まくってけ。あ、まくれないんだ。まくれない。逃げるとかだるいな。逃げた。うわ、1-3だ。1-3の？ 1-3かな。2かかってるんじゃない？ 1-2 だね。うん。猪木？猪木だね。誰か猪木持ってる？持ってないね。いや、まだわかんないよ。普通に逃げるか、こっから。なんかミラクル。いやー、1-2-4、誰かないの。1-2-5しかない俺。あ、ないな。1-4-2しかない。2がなんか僕が結構今濃厚め持ってるんですけど、2が抜かれない限り無理だなって。いやー、ちょっと厳しいかな。厳しい。まあ、なんか、あ、伸びろ伸びろ伸びろ。いや、意外とあるんじゃないこれ。足りないな。
いやこれ123が124でしょ、誰も捨ててないね、だ山だよ、山の中です、君のツモが早かった、ツモが早かった。では行きます、よろしくお願いします、はい、お願いします。トン2曲トン2曲って3がドラでしょ、あーこれ厳しいな、これいらねえな、これ多分いらない、あーこれいいね、いい両ツモ、うん、両ツモだったね、カンちゃん入れた、カンちゃん入れた、カンちゃん入れた感じ、いやね、ほんとドラいっぱい持ちすぎるとねすぐはこっちゃうんでね、そうでもねドラで刺した時じゃないと点数も上がんないから、あーまあ確かにそう難しいところなんだよね、取り紙とかもあるわけじゃん、昨日の俺とか神だったよね、1枚とかに10万周一発ズボだったから赤木かと思ったあこれはいらないだろ、あこれは欲しいな、これ取っとこう、これ通常の麻雀よりめちゃくちゃ時間がかかる、考えることが多すぎる、あともう5分です、5分、じゃああと 1巡で、はい、はい、ナイスナイスってツモ、いいの、本当にツモでいいの、これで本当にね、ドラだよ、いいよ、大丈夫大丈夫、いいの、ドラバックするよ、これはもう自信あるからねえ、お前もう半端ねえじゃんと。お前イン逃げまあやべえな。イン逃げ始めました。ちょっとこれは真剣に当てたいな。ここは。これ。真剣かどうかも議論はされる、いやいやこれ真剣だよ誰よりも真剣だ、せっかくハイパイがいい時に当てないとやっぱきつくなってる、確かに来てる時に上がらないとね、うん、なんか勘違いしてるけど別に穴を当てるゲームじゃないからね、うん、ちゃんと予想して的中する、なんか熱いやつだけ来た時にオッズがいいやつだけ集めてても意味ないから ね、うん、ね、楽しいな俺小頭持ってないんだよ、まあ、いらないと思ってるけど、うん、いや俺小頭もうね結構大量に持ってたんだけど、下手したら俺鎮逸作れるぐらいのゴア玉の引きっぷりだったけど、さあどうなる、全然猪木でいいっす、さあ全然いってる、いいじゃんいいじゃん、これ猪木あるよ、2いってる、2いってるね、俺直豆ないぞ、うわっだるい、だるい、1逃げるか、いやー16はない、16ある、16は3あるよ、3もない、16 3ある、16 3もない、あできたできた、やばいって、16 3ある、お願い、2しかない、16そこそこ高いんだよ、3あるよ、やばい、俺かしとく当たる、2か3の戦い、マジで頼む、3だ、上3だから、ね、いやーこうなると2なんだよ、はい、ナイススモー頑張って、俺それ抜け目なんだよ俺3持ってる、16全部持ってんのに、スモお願い頑張って、俺通して意味がなくなる、2来い、あもうダメだ、オッケー来たー、面白いだる、抜け目で俺全部持ってんのにさ、16 抜け目だね、俺だから返したかったんだよ、6は、あこれ切らなくてよかった、当たり前だったわ、素晴らしい抑えでしたね、いっぱい残ってるだけじゃない、お前ラッキー、お前それこそラッキーだった、ね、いやいや分かってたんだよこれが来るっていう、いやじゃあこれ怪しかったからやっぱ匂いがついてた、切らなかった、匂いがついてた、この範囲にだる、きたこの16はだるいわ、そこそこつくんでしょ、これ結構つく、満州はなかったはずなんだよ、だるではよろしくお願いします、よろしくお願いします、
なるほど、分かった。だからまあ普通に考えたらこれ4頭系が欲しいなっていうところなんですけど、ね、14系でしょ。14系が、あ、これはない。でも森さんがそもそも逃げれるのかっていうところもあるけどね。うん、あ、いいとこだね。俺はみんな結構やっぱり4、5、6あたりを切ってるね。頭まではっていうところだよね、展開があったとしても山田選手っていうのが全然分かんないんだよな。たぶん、いらないな。ただ山田選手のトーチの勝率見る限りじゃ頭はなくてもいいかなって感じですかね。ちょっと直前情報ちょっと見てよ。出てる切った後に直前情報。ああ、やっぱりそう、まあ、そうなるよね。展示一番時計はやっぱ森選手だね。41系はやっぱ欲しいよね、絶対。そこを積もれるかどうかなんだよ。1頭4頭を積もれるかどうかが結構鍵になってくるね、このバージョン。ちなみに今私が1茶なんで、1茶2茶3茶かな、うん、多分。何、どういうこと？どういうこと？今の選曲を優越感にしたいって伝えたかった。あいつなかなかほら一着一着、あいつ人生でも麻雀でもボートでもさ、ね、一着になってことね。永遠の2番手ですか。さあ一着は気持ちいいもんだね。余裕を持ってね麻雀ができます。ただの運要素で一着だっただけだもん。運じゃね、予想してんだよこっちは。よ抱えたくないな。チョンボオールドラでいいかな、しとくもっとか。いや、6500円か。ああ、これは必要。これは間違いないね。あと何分ですか。2分。もうちょっと、まあギリギリいけそうだね、早く打てば。これは大丈夫ですよ、全然大丈夫ですよ、はい。欲張ったかな。いや、これもね、とりあえずサンガルミは軒並み捨てられてるね。あ、オッケー、ツモでいきましょう。ツモマジ、もう完全に1頭と2頭。つえーつえーなんだそりゃ。それはつえーな。ちょっと4号手はね、なんだかんだ怖かったので。14なくないでも全然。14はないですね。145でもノーコメの1、まあ、ちょっと145があるんで抑えられてるんで、ここなんだよね怖いの。これ1だった。これは緑だったら、緑だったら終わりだね。オールドラだよ、その緑か白。ドラ表示トン、セーフ。ああ、ドラなし。裏ドラがなんか当たりそうな目だ。はい、ということでトン2曲の1本場、1本場若松1です。いやでも、はい、それぞれ回目を言ってってください。いや、めんどくさいから見て。1頭か2頭です。言えない。14は145がございます。森さんのインディケが怪しいんだよ。そうで、案外これ来たら嬉しいと思ってる。3頭、3頭来ます。僕314がないんだよ俺。あー、それやばいね。だからどちらにしてもって感じ。でも1残せるかな。3遅れたんじゃね。そうでもない。3遅れてます。まあ、揃ってな。でも、最終的に揃って。甘くられた。ちょっと4が出てる。あ、甘くられた。こっからよ。うわ、だるい。16? いや、16捨てたっぽい。16ね。16はない。5かけてくれればワンチャン。1号の2ならあるけど、1号の4はない、俺。16、5あるよ、俺。1号、6ある。5が先前して、そう、それで6が抜いてくれればいい。いやいやいや、2が残ったね。あー、ダメだ。14になってるな、結局。142でもいいよ。いや、1号っぽいんだけど、154はあかん。いや、145だな。14の丸よ。142になんないか。2、あー、ひなみ邪魔だ。いや、2あるよ。2あるね。142だったらある。145ならある。俺誰か当たるね。142、14だったらみんな持ってる。2になれ、マジで。でもドラじゃないからな、これ安いんだよ。55、
これ包まれたら2じゃない。ああうまいわ。5が。オッケー。うわーマジか。オッケーオッケー。いやこれ全員持ってんだよ。1音2も5も6も。だから誰かが当たる。6なら俺。1音6。5を持ってんの誰今。内がいけ内がいけ。そうナイスチャレンジ。ロケー。あーダメだこれ沈んだ。いやー熱い。ロケー。誰か当たる。誰か当たるこれ。逃げ来い逃げ来い。6 6 6 6 6 2 2 2。そっち5と6でやっとけ。5と6でやる。6 6 6 6。いいよ。2で5なら渡る。6なら江戸。2なら首都。あーこれ刺される。刺せよし5と6でやりやった。やりやったバカ。来たー。すまースマーだるいわー。めんちゃんだるいわー。うわーなんであそこに抜かれたかなー。すまーやりやっちゃったね。ランチョ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 ン。あレインボーはいじゃあ行きまーす。じゃあもうここもうこういうの持たない人で行きます。そうだね、まあ、誰か入らないかを考えてた方が早いかもしれないな。こっちはいらない。いやでもねこれねえなここはドラが安くなってくるね、うん、場としては。これ本来あれだよね、あの後で声入れもありかもしれないね。ここで積もってきてここで悩んだんですよねみたいな。非常にいい積もですね。これもう何狙いでしょうか。これ純ちゃんのあれですね。純ちゃんとかねおそらくこれは4の押し出されまくりを予想していると見られますね土田交渉さん呼びたい。確かにまだ展示出てないか。武将だけ見て、まあ、3頭でしょ。31系だね、うん、31系が本線だけど、でもそれでも結構オッズついてる。オッズついてますね、うん、1331、うん、1331 3頭が32まで売れてるか。下手にドラ持たない限りはあの取り紙はないのかなっていう感じが、うん、そうだね。あと1色につき20杯しかないからもうないやつがあるっていう。あどうかも考えられるよね、うん、で今回裏ドラがないということで有曲綺麗。うわ綺麗だな。はい、ということで皆さんにねここで一つ謝罪しないといけません。トラブルが、私ターハイをしておりましたなんかよくわかんない買った時あれなんか14点だなみたいな。そう、流局だったのに14点だったらおかしいなという話になって、一応これは特に最初なんかペナルティで、いやまあ本来これ万願払いよだよね、うん、どうしよう。まあ、とりあえず個人的に漫画払いもらうから後で。ああはいわかりました。今後以後気をつけるように、はい、気をつけますこれ気づきにくいんだよだからこれ一杯多いんだから当てろよそれ。頑張ります。で気づかないよね通常の麻雀だったら絶対気づくわけよターハイなんて。あれなんかどう頑張ってもこれツモもロンもできねえみたいな、うん、さあでもね123あとはまあ基本的にみんな持ってるって感じだよね。でも抜け目もあるでしょうねこれは。まああるでしょうね。あでもそれでもそれでもこれだけね絞ったか。3遅れてない。3遅れてない。かといって4がいってるわけではない。え待って6出てるよね結構。今6記録ある。3がいった。はい残す16個。16マジで。あ16個ねえわ。いやこれ13系だな。もしかして132で来い。あ2がへさきかけ4がへさきかけないで14もっと146しかないな。あーこれきつい。2頑張れ2頑張れ。よー132だったらあるよ。134だったらある。もう13だったからもう4か2持ってないんだよ。
2だったら俺でも裁かれそうだな、どう頑張ってもでね、2は本命なんだよね。久々には本命ですね。あーよしよし決まった、つもまたぜんちゃん、いやこれ簡単だな、マージャンボート。なんだよこれ、ボートレースマージャンしてれば一生当たるんじゃねこれこれは簡単だわ、いや完璧、何の問題もないわ。でもこれ15倍くらいだった、いやそんなないっすね、これ多分1桁だと、鳥紙だと、これ1桁、はい、つもけしん。俺やっぱ昨日の10万周でなんかほんと運取っちゃった、全部持ってかれて。はい、じゃあいきまーす、はい、積もりの、あ、そっか、積もってんのか、よいしょ、はい、あー、これもいいね、はい、あ、いいわ、ここいいね、はい、いるのいいですね、この筋はいい、いや、ちょっとこれはマジで熱いわ、これもう展示出てる、まだか、あ、出てんじゃん、これ15分締め切りだからあと8分でやんなきゃいけないけど、はいですね、悪くない、悪くはない、次元を超えてるよこのマージャン旗から見たら何やってるか分かんないかもしれないいや分かるだろ、はい、一瞬でなるほどな、一瞬で理解できた人はね、もうそういう人たちですよ、大体の人は。でもどう、何を持って上がりなんだろうっていうのがまず一つの疑問だからさ上がりなんてないわけよ、もう自分たちがあこれだなと判断した時が上がり、上がり、この出走表を見ながらね考えることが多すぎる、考えることが多すぎる、あまりにも、おお、いい角、これは必要だなこれ以上これはいらない、あ、いい角、差し子切りました、ちょっと悩んだけど、悩みますよね、めっちゃいいツモ、ツモ、マジ、うん、あ、1頭結構持ってる、で、俺の好きなね、俺五軸が結構あるから5の三着付けが、あいい、そう、問題はここです、あそうだね、ドラです、緑着ちゃえ、緑着ちゃえ、ドラを入れないともう、いや俺緑むしろ着てほしいんだよ、いくよ、うん、いやでも面白いけど、ね、面白いけど、うん、ここら辺面白いけど、314がね結構俺にあるんじゃないかなと思う、314とかあるからね、全然ある、いやそんな高くないでしょこれ314、いやでもそこそこついてたと思う、40倍ぐらい、 40-50 倍とかでしょ、そう、それぐらい、それ500円か、うん、一気にまくられるんだ、まくれますね、だから君たち入る、ハネマンレベルはあるってことですね、開始的に一撃ハネマン、でもこれさ、このゲームのさ本質として相手をゼロにするのが重要なわけじゃん、うん、ってことはドラをめっちゃ持ってる時にそれこそ6とかのドラでいらないのにめっちゃ持ってて、それで早く俺がツモなりロンなりして、うん、で相手を潰す潰すっていうのが多分定石なわけじゃん、うん、まあ、ドラ表示牌自分が全然持ってなかった場合すぐツモとかロンとか、あと関係缶を連発させるから、うん、ああそうね、缶それはね、缶がむずいんだよ、エースじゃなくてこっちが荒れるやつですね、うんうんさあということで、もうこれもう トン2脚でしょ、また、うん、トンに3本歯3本歯、もう収録2時間ぐらい経ってますこれ、うん、マージャンも大体そんなもん、いやいやいや、もっとね早いと思うから、さあどうなるか、あ2遅れたね、3あるか、あでも3秒さ、体起こしちゃってるもんね、いや逃げたねこれは、6伸びてね、よし6が来れば熱い、あ抑えた、あそれは微妙、刺され、いや316ある、手先かかってるそれ、136かかってるね、あるよ316、俺、いやでもこれ314だったら俺ある、こ
これな、1がな、3、4、1しかない、1がさばいてくるよね。あ、でもこれ大丈夫じゃない。あー、1、3だ、1、3だ、1、3だと、1、3だ、ちょっと待って、まだわかんないよ、まだわかんない、静かに、1、3、4持ってるよ、3、1、4ならある、お願い秋山さん頑張って。いやでも誰かしら当たるよこれ、もうこの時点で刺して、あ、刺さった、うまい、サイチをある、俺ドラだよ、しかもサイチを、マジサイチをドラです、やったー、まくられるかも、サイチ6はダメ、ちょっとカメラ、カメラ3着も映して、じゃあ大丈夫だね、1、3になれ、いやならない、いいね、サイチ、いやマジかよ、いいですよ、ドラ爆だ、ドラ爆、サイチ5もあるから俺天才じゃねえ俺これしかもツモでしょ、ツモこれドラ爆だ、あいつよっしゃー、裏ドラ乗ったぜ裏ドラドラ爆だ、裏ドラだぜ、マジかよ、どっちが高いんだろう、あ、5の方が絶対高いんだけど、でも134だったら多分これ一番人気の目なのよ、それの坂目だからそんな高くないと思うんだよね、その驚くほど、まあまあまあ、でもね、でも5枚持ってるから、まあそうだね、羽根版ぐらいはあるから、羽根版ぐらいはあると思う、裏ドラ乗ったね、裏ドラ乗るか、いやーこういうことよ、うめえな、こういうこと、はい、ありがとうございます、これボートレスマージャンの醍醐味だから、ね、醍醐味だね、裏ドラで刺す3、1、4、ダダ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 、おつもあーでもこれ悩むな、まあこれはいらないな、もういきなり、いやまあ確かにね、逃げるかどうかわかんないもんね、いやまあ僕は順と、時間が、42分締め切りです、逆にもこっちに偏らせるか、あー、つも悪い人さん見てると本当に麻雀やってるかのような錯覚に陥る、つも悪い悪いでしょこれドラ爆刺したいな、いやないよ、どれでロンするかというのまだか分かってないんだよ、俺の中で。むずいよね。これワンチャンあるんだよな。ダメだこれ。ダメだ、時間間に合わないこれ。間に合わない。ここの整理が間に合わない俺は。ロン。ロン。ロン。それあるな。マジで。ああ、341でもね、確かに。その折り返しはある。ありえそう。はい。いや、いいロン。あー、熱い、熱い、1だな、1これってことは5枚だね、これ5枚か買わなくちゃいけない、そこで3で、そこ5枚でもバグ、ドラバグ、それ関係ないし、それ関係ない、それもドラですよね、これとこれがドラだから、これ全部ドラですおめでとうございます、あいつドラバグだぞ、当たったらなんかお前ムカつくな言い方、これ全部ドラですこれ全部ドラです、はい、ということで、はい、ガマゴーリ4レース、これがラストになるかな、かもしれない、かもしれない、はい、江戸さんが当たれば点数によっては続行もある、続行もあり、あ、でもあれ俺を超えたら終わりだから、そう、あ、そうか、超えたら終わりで、プラス誰も当たんなかったら無理、それで俺の勝ちで終わりと、いやー、でもまあとりあえずでもね、これイン逃げするしないか結構 50-50 なんだよね、そう、だからね、イン逃げ以外だと思うんだよ俺は割と、ああ、まあ逃げちゃうかな、3頭がもっと欲しかったんだけど、うん、変なのしか来なくて、これで4頭とか来た日には発狂よ誰も、うん、いや誰かしら当たりますよ、誰かしらね、まあちょっと当たんないと困る、2頭がドラだから刺し目で決まんねえかな、1、イン逃げだったら4か5、あ、ちょっと逃げそうか、
あ、壁はできてる。5が出てるね。でも壁にはなるな。貸してくんねえかな。あ、上いった。直間だる。1、3だ。いや、わかんない。いや、俺この時点でないわ。1、4、3だったらある。いや、きついか。1、4、3。いや、カメラマジックで1、4、3。いや、モーターはいいんだよ。モーターは4の方がいいから。あ、飛んでった。あ、ダメだ。ねえ。13は ?135 は持ってます。134誰も持ってないの。134誰も持ってない。山134山。いやでもね、まだね、モーターはね、4さばかれそうだよな。4さばかれそうだよね。あーでも下手だね。そこじゃ、え、31になりそうじゃない。なんか、うん、31になりそう。31だったら持ってる。31だったら持ってる。頑張って頑張って頑張って。いいよいいよいいよ。314持ってるの。314持ってる。ある。うまい。ある。うまい。いいよ。でもね、最初5はないんだよ。行こう、願うね。逃げて逃げて逃げて。どっちどっち。両方応援しないといけない。やばい。届いてない。お願いお願いお願い。314になってて、後ろ3着はまずお願いします。あ、カメラどうなってんの。厳しい。カメラ遠い。ああ。抜けばだけど。134誰もないの？134ないですね。くそー。134これだ。ドラだ。あ、134ドラ入り、ドラ表示入りだよ。ちょっとドラ表示入り。そんなとこに当たりがあったか。もう当たり一番最初に出てたわけですよ。最悪だよ。そんな簡単なことねえな。最悪だよこれ。ということで誰も当たりなかった。ということで、まあ、麻雀ボートレース終了と、これにて終了と。得点の発表をしたいと思います。じゃあまずはしとくんから。はい、私が、持ち点28,100点でございます。はい、わたるくんは。はい、僕が12,300点。はい、で私が14,400点ということで、私しとが1茶、はい、2茶江戸くん、そして3茶がわたるくんというところで、とりあえずまあ1回戦はまあしと会長が勝利と。勝利ということですね、うん、ただね、あの結果開けてみれば僕もマイナスですよ。当てましたけど、まあちょっと奥深いね。非常にこれね、面白い。うん、うん、次回はちょっとね、機会があれば誰か入れて4マーでやってみたい、ね、そうだね。さあということでね、以上となりましたが、また次回もね、もしこの動画が面白いと思ったら高評価お願いします。ということで、さよなら。さよなら。つもけしん。てかなんでドラ表示牌が当たりなんだ。もうこれも負け確じゃねえか、あんな。本当だよ。